長谷堂に敷かれた伊達軍の防衛線突破した者は一人としてなしと聞きます。伊達軍は息がいいな。竜とその右目が皆を盛り立てております。竜小次郎、大物が網にかかったぞ。そうです、どう料理してやりましょうか。お手並み拝見といくか。なかなかの腕前じゃねえか。おめえら、これで奥州伊達軍の一員かよ。門一つで調子に乗ってんじゃねえぜ。力ずくってやつだ。傍観はできねえな。小次郎、見せてみろよ。調子に乗ってると分かるだろう。おっと、ここを通すわけにはいかねえな。てめえの相手はこの片倉小十郎だぜ。この時を待っていた。真剣勝負と行こうぜ。主よ、個人の部下の意味、実にお見事な男っぷり。分からなくても構えやしねえぜ。何が俺の心をざわめかせるか。何やってんだ、小次郎。本性見せるのだ。よし、何目覚めろ。あそこで世話。前田家には世話のかかる殿方がおりまする。撃てろ。頼むぜ、俺を怒らせんなよ。覚悟はとうにできてた。小次郎、てめえの行く先は地獄じゃ済まねえ。政宗様は拙者が守る。誰にガンつけてんだてめえ。特攻者だ。知ってたところまで出せはしねえ。今この時に命を懸けてんだよ。盗んだ分まで走り出すぜ。お前ら持ち場を墓場にしろよ。やばいぞ。俺たちの結束はなめんなよ。期待してるぜ。了解、めっこんでいきます。せい。おいおい、これでしまいってわけじゃねえよな。奥州筆頭伊達政宗、押して参る。お祈りはもう済ませたかい。お見事、よき大将の器にござります。上等だよ、あんた上等だ。俺らの頭が誰か分かってんのか。久しぶりに退屈しないで済みそうだ。耳を澄ませろ、俺の心臓はここだぜ。そろそろいじめつけさせてもらうぜ。おっさん、あのパーリー派手にやろうぜ。ゲテもうおしまいにござりまするか。俺の首を取るにはまだ過言じゃないか。行き先は分かってるんだ、焦ることはねえ。
手加減は無用にござりまする。次も松目にお任せくださりませ。